Welcome to my game channel ということのコブラです。今回は粉砕機と圧搾機について説明したいと思います。香辛料については食物繊維、種子で香辛料が作成できます。金の延べ棒と銀の延べ棒を粉砕機にかけると、緑の字の通りになります。骨に関してですが、骨粉ができます。これは肥料に使います。次に圧搾機です。まずそうな魚50匹を投入すると油50個が作成できます。動物の頭系を投入すると血と骨ができます。ハイランドベリーを投入すると果汁ができます。これは発酵樽に用います。同様にデザート果汁も発酵樽に使います。ご視聴ありがとうございました。コブラでした。